する。こんにちは、伊勢崎聡です。今回はボールを使ったアジリティトレーニング、ジャブステップ編についてやっていきたいと思います。このアジリティトレーニングをすることで、ジャブステップがいろいろな場面で使えるようになります。ジャブステップ自体とても簡単なスキルなんですけど、実践の中ではめちゃくちゃ効果的なスキルなので、ぜひ自主練習などに取り入れてみてください。そしてこの動画とは別に YouTube では配信していない動画をプレゼントしています。詳しくは概要欄をご覧ください。今回お伝えするボールを使ったアジリティトレーニングで、ジャブステップを使ったものになるんですけど、ジャブステップというのはボクシングのジャブのような形でかわしに行くのではなく、相手のリアクションを見たりとか、あとは使い方としてはこのままボールを運び出すのではなく、ジャブステップをしてから逆足で運び出すとか、相手のリアクションを見るだけではなくタイミングを外す時にも効果的に使っていきます。今回はこのジャブステップを使った形でボールを使ってアジリティのトレーニングをしていきたいと思います。種類としては3つあるんですけど、これをたくさん練習することで実践の中でも使えるジャブステップが身についていきます。それではまず1つ目のトレーニングです。1つ目は単純にジャブステップを踏んでいく、外側に対してのジャブステップ。ここでやってほしいトレーニングというのは、リズム感にもなるんですけど、こういう形でステップを踏みながらトン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 というような形でリズムよくジャブステップを踏んでいく。ジャブステップ自体がとてもシンプルなスキルになるんですけど、こういう見た目がシンプルなスキルというのは、汎用性が高いので、いろいろな形に変形させることができます。これがオリジナリティになったりするんですけど、まずはここでやるトレーニングの時に意識してほしいのは、しっかりと膝を折りたたむ、そして伸ばす、膝を折りたたむ、伸ばすというような形で、あまり膝の位置を変えない、そうではなくその場で膝の曲げ伸ばしをしていくというような形です。そして、ただのこれだけだとすごく幅が小さいジャブステップになってしまうので、あまり実践では使えないようなジャブステップになってしまいます。なのでこれをより実践的なジャブステップにするためには、自分の重心を動かしていく、真ん中にあったものをジャブステップの自分の重心を乗せていくというような形です。でこの重心を動かす時も意識してほしいのは、この膝の位置で、膝の位置があまり変わらない、着地した後に体重を乗せるときはしっかりと膝を曲げていく、曲げて伸ばしてつく、この瞬間に曲げて体重を乗せていく、地面につく直前に膝を曲げて体重を乗せていく。そうするとより大きなジャブステップになります。大きい動作のジャブステップが必ずしも実践の中ではいいわけではないんですけど、小さいジャブステップの方が簡単なので、できる限り大きなジャブステップを身につけるために、このアジリティトレーニングの時は大きく速くできるように工夫してチャレンジしてみてください。この一つ目のトレーニングで注意してほしいのは、膝の位置と自分の重心の移動、これを意識してやってみてください。一つ目は外側、アウトサイド側だったんですけど、次はインサイド側、クロスオーバージャブというような形で、ボールを内側に追い越していって、外側にボールが来るように。さっきは外側に行って自分の懐の中にボールがあったんですけど、次は自分の懐の外に出していくというような形です。これも試合の中では本当に使えるジャブステップになるんですけど、試合の中で使えないこのクロスオーバージャブステップというのは、一つ目と似てるんですけど、自分の体重があまり乗っていない、重心があまり移動していない、あまり有効ではないです。なのでできる限り体重を乗せていくというところを意識してください。そしてこれが最も重要なポイントになるんですけど、ボールを運ぶような動作をより自然な動作でやるというところです。簡単に言うと、歩きながらボールを持っていくというような形でやってみてください。単純に歩いてるところにボールがあるというような形で、できる限り体の動作を自然にする、例えば開いたりとか、そうすると効果的じゃないわけではないんですけど、動きが大きくなってしまってより身体操作が難しくなってしまうので、できる限り正面を向いて歩いていくような動作、そうすると目の前の相手に与える印象っていうのも、本当にこっちに行くんじゃないかっていうふうに思わせることができます。それでは次は2つ目はクロスオーバージャブステップ、足をクロスしてジャブステップを踏んでいく、内側に足を入れて外側にボールを置いていく、内側にクロスして自分の外側に、懐の外側に置いていくというような形です。これをやる時のポイントとしては2つ注意してください。
一つ目のポイントは自分の重心の移動というのをしっかりやっていく。これが重心の移動が小さいと目の前の相手に与える印象というのもあまり効果的ではなくなってしまうので、できる限り自分の体重も乗せていく、重心を落としていく、グッとっていうような形でやると緩急がつきます。なので効果的に、実践の中でも効果的に使っていけます。で、2つ目は自分の懐の中にボールを置いてクロスオーバーをしていくのではなく、懐の外に置いた状態からクロスオーバーをしていく、懐の外からやっていく。これが懐の中だと幅も出せずに小さなクロスオーバージャブステップになってしまうので、懐の外に置いて自分が少し離れたところから一気に重心を落としてボールを触るふりしてクロスオーバーをしていくというような形でやってみてください。というような形でこの2つのポイントを意識するだけでもこのクロスオーバージャブステップはより実践的なスキルになっていくので、この2つを意識してやってみてください。そして3つ目はこの通常のジャブステップとクロスオーバーを合わせた形です。まあ、どういう形かというと、ここからこっち、ジャブステップクロスオーバー、ジャブステップクロスオーバー、ジャブステップクロスオーバーというような形で、まあ、右足だけジャブステップクロスオーバー、左もジャブステップクロスオーバーというような形で、ジャブステップからのクロスオーバーで、もしくはクロスオーバーからのジャブステップ、クロスオーバージャブステップ、クロスオーバージャブステップというような形で、どちらが先でもいいと思うんですけど、とにかくこの連続でやっていく。この連続でやるジャブステップの組み合わせというのは、僕も実際の試合の中で相手の様子を見たり、あと相手の重心を崩すためにはよく使っているスキルになります。なので実践の中でもおすすめのスキルなので、このトレーニングをたくさんするだけで実践の中でも使えるスキルが身についていきます。この合わせる時に注意してほしいポイントというのは、無駄なステップをなるべく踏まないようにする。例えばあまり効果的に使えない人っていうのは、ジャブステップを踏んだ後にもトン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 っていうような形で自分の意図しないステップを踏んでしまうことがよくあります。この意図しないこの1ステップ2ステップっていうのは自分のスキルの効果を落としてしまうことになってしまいます。なのでできる限りトン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 というような形で、これがトン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 っていうような形だと相手に与える印象というのも変わってきますし、対応されやすくなってしまうので、できる限り無駄なステップを踏まずに早くやっていくというところを意識してやってみてください。ジャブステップというのはとてもシンプルで汎用性の高いスキルになります。実践の中でも本当に効果的に使えるスキルですし、今回のような形でアジリティトレーニングとしても使うことができます。今回紹介したアジリティトレーニングをするだけでもジャブステップを試合で使えるスキルにしていくことができるので、ぜひ実践をイメージして今回のアジリティトレーニングをやってみてください。今回の動画が役に立ったと思ったらいいねボタンの方ぜひよろしくお願いします。それとこの動画に対してのコメントの方もお待ちしてます。それではまた。